えー、フライデーがね、えー、なんか決定的瞬間の映像を公開したようで、えー、これをね、検証していきたいと思います、えー。今日はね、ちょっと動画はちょっと流さないんですけど、また今度次の機会にしたいんですけどもね、ちょっと時間がないんで、<laughs> ま気づいた点だけね、えー、いくつか言っていきたいと思います。 えー、まずこのね、ほとんどの人はね、この動画を見てね、えー、まあ本当じゃないかと思ったかと思います。ね。しかしね、私からしたらね、これもうインチキ以外の何物でもないですね。まずこの、うーん、どれでしょう。この映像ですね。このね、フェンダーを見てください。引いた後ですね。これ引いた後なんですけどもね。 フェンダーがね、こうやって開いてます。ね。そして、えー、もうちょっとあと何メーターか先に行くとね、こういう風にね、えー、フェンダーが元に戻ってます。ね、えー。こういう風にね、戻ってます。ね。すごい不思議な映像ですよね。この車、どういう <laughs>、ぶつかっても元に戻る車なんでしょうか、このアルファードは。 ね、それからこの画像ですね、えー、すごくね今の時代にしてはすごくぼやけてますねもう2018年ですからねこういう画質の、えー、映像はありません、ね、もっと画質が良くないといけませんねそれからこの、えー、この撮ってるドライブレコーダーで撮ってる車ですよねこれもうすぐ交差点の近くにいないですか い、ね、いつからいたんでしょうこの車そしてね、これ路上駐車じゃないんでしょうか、これ交差点内駐車じゃないんでしょうか、ねこういうところでね、えー、なんでしょう工事車両かなんかだったんでしょうか、えー、どういう車か知りませんかね、えー、どういう人がねどういう状況で撮ったかっていうのが、ね、全く分かりません、このフライデーのね映像ね。えー まあ、記事を読んでるとそういうい感じです、えー、それからね、えー、この、えー、吉沢瞳がここにね、えー、顔写真が載ってますけどもね、ここの影ですね、えー、影がおかしいです。ね、飛ばされたときにね、この飛ばされた人たち、えー、2人いますけどもね、この人の影がね、この人たちの影が、えー、全然映りませんよね。まあ ってるんですけどもちょっとこう微妙な感じです、えー、それから、うん、何でしょう、まあ、ここの影を隠したかったんでしょうねこの、えー、顔写真を載してるっていうのはね、えー、この辺のね影がね、えー、おかしいですよね、うん、おそらくねこれはあのケネディの暗殺画像と映像と一緒ですね えー、別の映像とね合成してますね合成してるようには見えないかもしれませんけどね今時ねこういうのはね、えー、簡単にできます、ね、合成しようと思ったらね、えー、このリアクションをってるね、えー、歩行者の人たちこの人たちの歩行、あのー、リアクションが全然、えー、目線が合っていなかったりしますね、えー、この引かれた人たちをね 見なければいけないんですけども、まあ、そういうふうな目線じゃないんですねまるであのケネディの、ねえー、暗殺される映像ですねあの背景にいる人たちが全然目線が合っていないのと同じですね、えー、それから、ね、これ言いましたねフェンダーがおかしいの言いました、ね、あと影ですねそれからこの車 ね、ドライブレコーダーの車なんでここに前もって、えー、待ち伏せして、えー、これを偶然にも撮っていたのかねこれが不思議ですね、えー、ツイートは何かしてましたかね、えー、ツイートね,、えー、ね「これは完璧に合成映像映えー」と「惹かれた二人の影が変フェンダーもへこんだやつが急に戻るし」 歩行者の動きや目線も実際とは合わないと、ね、ケネディやらせ暗殺合成像やぼやけたキム・ジョンナムやらせ暗殺映像と同じと、ね、嘘は簡単にバれますと、ね、ほとんどの人はね、えー、詳しく見ませんからねえー、なぜこのドライブレコーダー車は決定的瞬間を待ち伏せたようにあらかじめ交差点内にいたのかそもそも交通違反じゃないのか ねえー、前後の動画がないのも意味不明、ね、前後の動画がありませんたったね短いな、えー、1分ぐらいの映像でしょうかねそういう映像ですこのねその後前後が見たいんですよね,ね、えーまあ、今の時代ね映像を合成加工することは NASA のやらせのように簡単と NASA の映像はもう全部やらせですからねあれね作り物ですから ね、地球を撮ったとかねそういうのありますけどもあれもねすべて熱像造ですあれも全部コンピューターグラフィックとかね、えー、地球を撮ったとかね昔からアポロの時代からやってますけどもあれも全部アニメーション使ったりとかねそういう、えー、熱像造の映像ですね丸い地球というのは嘘ですから、ね、平らな地球です平らな表面をした、えー、地ですねこれがアースね これが本当ですねスペースバルーンの映像を見たらね分かります。これがね、えー、今日はちょっとその映像は置いといて、ね、もうこういうのもこの前言いましたけどもね33マーキングしてますね,ね。33や666がマーキングされてますね。これのフリーメソンーのね柄ですね。この柄 えー、この前も言いましたけどフリーメソニーのね、えー、チャッカーボードシンボルですねチェス盤のシンボルですねこれねそれからこれ車ですね,ねさっきの映像と見比べてみてくださいどうなってますかこれねえこれ膨らむようになってんですかぶつかったらねええー、結構ね激しくぶつかってるっていう風な、えー、意見を、えー、見受けますけどもね そういうい意見が見がられます、えー、しかしねこれ激しくぶつかった割には損傷がねすごく少ないですよね傷は入っていませんねどこに入ってるんでしょうこの傷がねこれいい夫婦とか言う人たちがいますけどもナンバーもねこれいい夫婦じゃなくて33の意味なんですねフリーメイソンリーのね 33っていうのはねスコティッシュライトの最高回の数そして打点子の数ね3割、えー、33%それからキリストのね処刑された年年齢ですね、えー、それを使ってますねこう傷が全然入ってませんナンバーこういうふうに曲がってますけど、えー、ここまで来てたでしょうかナンバーのところまで来てましたか自転車ねえ こういう風な、えー、どうでしょう作ったとしか思いませんねこれがふわっと上がってまた元に戻るとね私はあれは熱度だと思いますね,ね傷が全然入ってませんから少しは傷が入っててもいいんじゃないでしょうかそしてねなんでアップの画像がないんでしょうかね自転車の映像がなんでないんでしょうか ね、6月9日、ねえー、69、ね、フリーメイソンリー、えー、国連もフリーメイソンリーが作りました、ね、33枠ありますこれねそしてフラットアースのフラットアースのねデザインですからこれ正方位正虚方位図法ですねえー、おそらく、うん、これがねえー 本当のの地球の形平らな地球だと、ね、言われてますね、えー、周りや南極が取り囲んでますね水は曲がりませんねえー、表面張力とかいう人たちがいますけどねああいうのはね、えー、小さい粒だけの話ですね大きな大量の、ね、海の水みたいなのがね表面張力とかねしません、ね、そういうのですぐ騙されますでこれねオリンピックもね えー、この前も言いましたけどフリーメーソンリーの、えー、なんですかお湯戯会ですねそして、えーね、これフリーメイソンリーのね、えー、チェッカーボードシンボルですよ、うん、床はね絶対この床を使ってますねロッジですけどこれね三角の、ね、マークが三角のマークがありますこれ、ね、ピラミッド、ね、ダイヤモンド ピラミッドマークね33歳ねたくさん33がマーキングされてましたねで6九はねこれ6九の日ですから9月 6, 6日でしたよね、えー、6月9日は新幹線のね、えー、殺傷 事件ありました小島一郎のねやらせ事件ですあれも誰も死んでませんねえまあそういうところですねこれ33ねフリーメソニーの、ね、最高階ですね最高階ね一番てっぺんが33ですねグランドマスターですねまあこういう感じでしょうかねえー またね、ちょっと詳しく、えー、また気づいたことがあったらね、えー、またアップしていきたいと思います。ね、たくさんの人がね、これ、本物の映像と思ってるかもしれませんけどね、ニューヨークのテロと、あのー、テロ事件、テロ事件かな、あれ、えー、ありました。えー、車でね、えー、暴走車の事件ですね、えー、あと、シャーロッツビルっていうところでもありました。ね えー、そういうのもね全部あの作り物ですねスタントマンを使ったりとかね合成画像を使ったりとかね、えー、します、ね、よくね画像を精査してくださいねこういうね、えー、詳細にね、えー、悪魔は宿ると言いますから The devil is in the details かな、ね、そういう感じで <laughs> います、ね、皆さんね詳細を見ません。ね、この人たちね歩行者なんかも素通りします引かれた後ねこういうのもね合成画像を使ってるからそういうふうになるわけです。ということでね、えー、動画は今度ねアップしたいと思います。あのー、この引、えー、く瞬間の映像決定的瞬間の映像ですねこういうのが多いです、えー、決定的瞬間ね えー、その映像を見せてね、えー、ドライブレコーダーをつけた方がいいとかね、えー、監視カメラをつけた方がいいとか、防犯カメラつけた方がいいとかね、街中にね、えー、そういう,うに、えー、こうに誘導していきますけどもね、こういうのはね全部あの監視社会に向かってますね、超監視社会ですね、えー、顔認証システムとかね。 えー、そういうのをね、えー、充実させたいわけですね、これからね。す、え、べ、ー、てを連動させてね、えー、私たちをね、えー、不審者とかね、ああいう事件ありますけどね、そういうのを監視するんじゃなくてね、私たちね、ね、えー、庶民をね、監視しようとしてますね。NW ですから、えー、そういうのをね、進めてます。いえ、いろんな事件、えー、変な事件ありますけどもね、ほとんどはね、 えー、やらせ事件で、えー、そういう監視社会システムね、えー、顔認証とかねそういう AI 使ったりとかそういうふ、えーね、うね、ん、事件を作ってますそして誘導していってますね、えー、防犯カメラがあった方がいいとか監視カメラがあった方がいいとかね、えー、学校内でもねそういう事件があったりとかしてます、ね、病院でもあったりとかいろんなところでそういう事件がありますけどもね えー、全てね、監視、超監視社会に向かってますね。えー、我々が監視されますね、こういうのでね、えー。あとはね、自動運転とかあるんでしょうかね、この事件は。自動運転とかね、えー、そういうのも絡んでると思います。あとは何かありましたかね。えー、まあ、あとは洗脳ですね。マインドコントロールですね。えー、いかに大衆をね、白痴化して、 マインドコントロールするかっていうことですよね。えー、結局ね、みんな、あの、誘導されることになります。最終的にはね。うん。まあ、そんなところですね、えー。また、えー、詳しいことは、えー、後日、アップしていきたいと思います。今日はちょっと時間がないのでね、えー、短めですけども、うん、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。